お乳川は、福井県の小浜市を流れ、北側に注ぐ一級河川である。和道5年712年までは、昇乳と書かれていたというお乳を流れる。若狭国の最高峰である百林が竹に源を発し、北流する。中流には、宇野瀬を、はじめ多くの文化財があり、松永川と合流し、北側へ注ぐ。源流域は、林野町により、上近来水源の森として、 水源の森百選に選定されている。尾乳川の最終集落である、上狙い集落の上流に位置し上流では、簡易水道上水道の水源として使用している。また関で取水し、小浜市の考え等を供給している。中流では、森で蓄えられた水が、名水百選に選ばれた、宇の瀬の水となっている。宇の瀬は、 福井県小浜市議本来のお乳川中流にある淵で、ある。1985年名水百選に選定された。庭羽の白い湯と黒い湯が羽を休めた木の後から、流水が満ち溢れたのが、始まりという記録が残っている。お乳川が左に向きを変える、深緑の淵を指し浸水公園、及び湯の瀬の歴史や、お水送りの神事などが展示されている。 宇野瀬公園資料館が整備されている天平の昔若狭の神願い寺から奈良の東大寺に行かれたインド僧実中和尚が大仏海岸供養を指導で753年に二月堂を創建し修寺会を始められすべての神々が参列されたのに若狭のお乳明神のみは見えずようやく2月12日夜中1時過ぎに参列された それは川領に時を忘れて地産されたので、そのお詫びも兼ねて、若さより二月堂の本尊へお香水の赤水を送る、約束をされ、その時二月堂の下の地中から白と黒の羽が飛び出て、その穴から泉が湧き出たのを、若狭と名付けその水を汲む行事が始まり、それが有名なお水取りである。その若狭の水源がこの卯の背の水中洞穴で、その穴から卯が、 奈良まで潜っていったと伝える。この伝説信仰から地元では、毎年3月2日夜この淵へ、寝頃八幡の新人と神宮寺僧が、新仏根香のお水を送り行事を行う習いがある。宇野瀬ゆ一書記案内版より、東大寺の二月堂において行われる、修辞会に先駆けて、毎年3月2日にご香水をお乳川に注ぐ、お水送りの神事の場所として、 観光名所となっている。ありがとうございます。